ユトランド半島デンマークの地図ユトランド半島、ドイツ語、ジャトランド、英語、ジャトランド、フランス語、ジャトランドは、ヨーロッパ大陸北部にある、北海とバルト海を分かつ半島である。北側が、デンマーク領、根元のある南側が、ドイツ領である。住土人が住む地という文字通りの意味である。本校では日本で定着している、ユトランドという表記、読み方を用いる。 面積は29,775平方キロメートル。人口は2004年現在249,852人。地形はなだらかな丘からなり、気候は冷涼である。デンマーク王国の本土とドイツ連邦共和国の北端部をなしており、半島の大半はデンマーク王国に占められている。南部はドイツのシュレースビヒホルシュタイン州であり、その前身である。 シュレースビヒホルシュタイン公国の時代からの係争地だった。バルト海と北海を分けるように張り出し、スカンジナビア半島との間には多数の島々があるため、船の航行を容易にするアイダー運河とキール運河が半島の根元を横断するようにドイツ領内に建設されている。ユトランド半島で話されるデンマーク語は特徴的なユトランド鉛を持つ。 標準デンマーク語とユトランド方言の違いは、しばしば標準デンマーク語とスウェーデン語の違いより大きいと言われる。これは、リングイスフィアによる言語分類においても同様である。ユトランド半島のデンマーク側の最大の都市は、オーフスである。他の主要都市として、オールボー、エスビャウ、フレゼリクスハウン、ラナース、コリング、シルケボー、バイレ、ビボー、ホーセンスなどがある。なお デンマークの首都コペンハーゲンは、大陸側にはなく、スカンジナビア半島との間に浮かぶシェラン島にある。シュレースビヒホルシュタイン州の主要都市には、キール、リューベック、フレンスブルク、ノイミュンスター、ノルトシュタットの5つがあるが、リューベックとノルトシュタットは、ユトランド半島にはない。また、アンゲルン半島などの小半島がいくつかある。この地の先住民は、アングル人、サクソン人、 中都人及び一部のバンダル人であることが分かっている。デエン人の到来により彼らは圧迫され、450年頃、ブリテン島へ移動を開始した。アングル人は、自分たちの部族名を、ブリテン島に新たに建国された王国に関したが、それが、イングランドの名称の起源である。デエン人の祖先は、有史以前、スカンジナビア半島のウップサーラ周辺を本拠地とした、オーロフ王である。 デーエム人は、住都人と、生産な争いを繰り返したが、両者の根血が進むにつれて、構想は減っていった。デーエム人は、キリスト教徒である、フランク人皇帝の侵略に対し、自己防衛のために少なからぬ努力を払った。重要なものとしては、ダンビルクと呼ばれる城壁を、北海沿岸からバルト海にかけて構築したことが挙げられる。カール大帝は、 バルト海沿いの東ユトランドの非キリスト教徒のサクソン人を駆逐し、代わりにカール大帝に忠誠を誓ってキリスト教に改修したスラブ系ベンド人の一集団であるオボートライツ族を移住させた。この半島の南部はシュレースビヒホルシュタイン公国の領域で、デンマークとスウェーデン、ドイツとの間の領土争いが絶えず、スウェーデンとは17世紀に北方戦争。 18世紀に大北方戦争が行われ、1864年にはドイツ、統一戦争の一部であるデンマーク戦争が起きている。第一次世界大戦におけるユトランド沖海戦は史上最大の海戦の一つである。イギリス海軍とドイツ海軍がユトランド半島沖の北海で激しい戦闘を繰り広げ、双方が大きな人的損害と感染の喪失をこむった。 イギリス海軍の方が直接の損害は大きかったが、その本国艦隊の戦闘能力を維持することができたのに対し、主要艦船に大きな損害を受けたドイツ海軍は、その太陽艦隊の戦闘能力を維持することができず、以後、大規模な水上決戦を避けて、潜水艦作戦へと戦術を転換することになった。ありがとうございます。